きやから、なんかそういうのやりたいわ。もうロッテのお菓子とかも食べ尽くしたいぐらいやもん、ま、あとデパ地下の、はい、あのちょっとしたお菓子あるやん、はいはいはい、ありますね、もう、はい、俺はもう鉄板は双子玉川よく行くんやけど、はい、高島屋の、あの地下にある岡野栄線の豆大福ね、はい、もう間違いない、これ野村監督も大好きやったん確か、でもうあれはめちゃくちゃ、もう俺めちゃくちゃうまい、すぐなくなるんやけど、そうなん、お昼過ぎになったらなくなる、神谷町にあるお店ですか、そう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 、虎ノ門にある岡野栄線の、そう、あ2日前に食べました、めっちゃうまい、あのね、ボリューム、1個ボリュームあるんだけど、はい、めっちゃうまいのよ、あれはおいしいですね、あれおいしい、あれおいしい、すぐなくなってその日に、ね、そうそう、あの、そう、その日に食べないんだ、高島屋の近くか、うん、次の日行くとやっぱお持ち固くなってるから、やっぱあのその日に食べるのがいいね、うん、いやでも虎ノ門にあります、そう、本店はだ、そこ本店虎ノ門、はいはい、でデパートの地下っていろいろ入ってるやんか、はいはい、ああいうのも行くの大好きで、うん、季節物があったりするから、うん、確かに清水さんいそうですね、いそうでしょ、そうそうそう、俺本当にデパ地下こんな格好で普通になんかカバン下げてデパ地下行ってあなんかうまそうみたいな買ったりしてる、で和菓子とかお茶とかそのスイーツっていうよりはなんかその和菓子系の方がさ、季節によってさ、物が違うじゃん、はいはいはい、京菓子とかって、はいはいはい、でもやっぱ京都出身やから、はい、和菓子とかもお菓子好き、まあ、ちょっと食べ過ぎたらあかんけど、でも大好きやからちょっと今度買ってきてあれをしよっか、試食会しよっかそうそう、季節やから季節もんやからこういうのは、で今やったらその水羊羹とかそうそう出だしたないい、ね、みたいなのを、ね、こうそう探すのが好き、以上ですはい、皆さんこんにちは、なおさんチャンネルです、はい、よろしくお願いします、今回ちょっとまあいつもだとスワロッテマリーンズ応援特化チャンネルじゃないですか、うん、今回ちょっとあのまあ、この辺で触れときたいなと思ってることがありまして、うん、はいはい、あの落合博満さんは、落合さんどうしたの、2ヶ月前ぐらいから、うん、まあ、YouTube を始めた、 YouTube? はい、落合さん始めたの、落合博満の俺のチャンネル、そう、はい、俺全然見てない、まあ、毎回すごい話題になってるんですけど、うんうんうん、清水さんも落合、まあ、あえて落合監督と呼ばせてもらいます、はいはいはい、落合監督とはいろいろ関係性が終わりなんじゃないかな、落合さんだって東芝府中でしょ、そうですね、だから僕東芝府中出身でしょ、はい、でロッテでしょ、はい、もうロッテのスーパースターでしょ、はい、三冠王だし、はい、いやもうあの深いも何もあのね、はい、落合監督、まあ、落合監督、まあ、落合監督だけど落合さん、まあ、先輩なんで落合さんって言わせてもらうと、やっぱり東芝府中は東芝府中でもう僕はあの僕は最後なんですよ、東芝府中が、はい、もうそのキューブ、いわゆる今キューブね、うん、でもう統合して東芝になったんだけど、東芝府中としてユニフォームを着て都市対抗を出てた最後の生き残りなんですね、はい、最後の選手で、そこからしかもロッテに入団をしているっていうので、はい、まあ本当にこう目にかけていただいて、はい、あのなのであの思い出すのは本当落合監督の時に、ね、ドラゴンズ戦だったら、うん、もう本当に落合監督の横でずっとこうウォーミングアップが始まるまで挨拶をこうずっとして、はい、でいろんな話をしてくれるから、はい、はい、はいって聞いて、なあお前最後の息も残りだもんなって言って、うん、すごいこう優しくっていうかね、あの本当に可愛がってもらった、じゃあ清水さんのことも後輩として認識してくれてるというか、そうでね、なんか話ごっちゃになるから、まず落合監督、落合さんの話するとやっぱりその入団をしたんで、でその時に当時も落合さんは解説者だったの、はいはいはい、2000年、はい、ね、99年僕ドラフトなんで、うん、2000年が1年目の時の春のキャンプに、うん、なんと落合さんとちょっとだけ対談をさせてもらっても、めちゃくちゃ光栄じゃない、それは東芝府中のつながりだからっていうタイプ、もちろん そんなんじゃないと、そんな、ね、ロッテで入団して何も結果も残してない やつとその落合さんが対談するわけないじゃん、そうですね、そうでそれをキャンプの時に落合さんが対談をしてくれるということで、あの今でも覚えてるよ、今でも覚えてる、どんな話したのかっていうのもあの覚えてて、うん、で、まあ、よろしくお願いしますってなって、うわ落合さんや、まあまあ東芝府中の生き残りみたいな感じで、その時生落合さん、生落合さん初よ、初めてだったんですね、うん、初で、ちらほらとそのなんだろう、あの大学の寮が
僕に次第で、はい、大学の寮が上北沢の方だったから、うん、なんかその辺にその落合さんいたよとか、はいはいはい、その時は聞いてたけど、はい、何のつながりもないじゃん、はい、だって日大 で、ね、でその後東芝府中行くことも知らず、はい、その時にあのなんか落合さんが福士君とあの買い物してたよとかなんかそういう噂はなんか知らんけど大学の野球部やっぱりねあスパスターやから入ってくるじゃんでもまさか自分が落合さんの後輩に なろうなんて思わないじゃん、はいうん、でその頃からなんか落合さんあってなんか意識があって、うん、そのでも生落合博満さんをさ、はい、見ることないじゃんないですねだから初よプロ入って、うん、生落合さん対談でその1年目のそう1年目のそう覚えてるもう何個か何個かあの何やろあこんな質問するんだみたいなのがあったのは、うん、ゲームやんのかとかって言われて、当時やっぱみんなゲームやってたでしょ、はい、なんか、はい、テレビゲームですよねそうそうそう、はい、あの当時だから何だろう流行ってたゲームっていうとみんなのゴルフとか、はい、例えばパワフルプロ野球とか、うんまあ、ロールプレイング系とかもやって、うん、で当時その今でこそ携帯とかの、ねはい、ゲームやけど昔はそのプレイステーションとかさ、はいいろんなものを遠征みんな持って行ってたのよ、はい、そうカバンにキャンプとかやったら持って行ってたのよ、うん、その自分の部屋にセットしてやっぱゲームだってできるからとでそういうのもあって多分落合さんはゲームするのかとでもともとゲームそんなするタイプじゃなくて、はい、でもまあその時に、DVD も見れたから、うん、だから試合が終わったら前何回かの回で話したけど試合終わったら DVD くれんのよね なので DVD も見れるしって言って、はい、当時自分も持ち運んでたんよ、はい、プレイステーションで、まあ、ゲームするのかって言われてああのちょっとやりますよって言ったら考えてやるよって言われたの目が疲れるだろうって、うん、目が疲れたら首が疲れるだろうって言って首が疲れてきたら肩疲れるだろうって言うからそのやるなとは言わないけどほどほどになみたいなところからすごいこうそんなところから話してくれるみたいなそうそうそうでああはいって言って今それからプレイステーションそのゲームは持ち歩かなくなったもうその DVD だけ見たんやったら DVD だけのものでいいやと思ってそう DVD だけにしたでゲームはもともとそんなするタイプじゃなかったから、うん、もうあんまりしなくなったっていうか、うんまあ、ほとんど今でもしないからゲームは、うん、で、まあ、そういう話から始まって一番覚えてるのは、まあ、重要な話はそのストライクゾーンのことの話をしてくださってで、まあ、当時こうテロップ出せたら出しておきしけど、はい、こう9つのマスがあるじゃんよく、はい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 、ストラックアウトの話もしたけど、はい、でその9つの中に例えばあるバッターがいますと、はい、あるバッターがいて、まあ、ど真ん中のところの、まあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9 とすれば、うんまあ、5番とかが7割5分ぐらいの打率ですよと、うん、でこの横にある6番インサイドはちょっと落ちるけど、まあ、4割近いと、はい、で、外高めが、まあ、2割5分とかで、インサイド低めが2割とか、うん、で、アウトコースが0割0とかで、まあ、インハイが、1割とか、うん、あるのをバッてこう書いてくれはった、はいはい、で何書いてんのかなとこうずっと見ててパッて見てで、まあ、数字があって、まあ、その中に7割5分もあれば0割もあれば1割5分もあって、はい、パッて出されてどこ投げるって言われた、うんうん、どこ投げるって言われてまあまあ最初のところやから、まあ、0割があったから、うんまあ、0投げますと、うん、次にどこ投げんのって言うから、まあ、なんかピッチャーなりに、まあ、ちょっとインサイドのこの1割5分のインハイ攻めますみたいな、はあ、で次はってなったから、ねうん、そうまあ、ボール球とかで最後は、まあ、まあでも0って言ったら落合さんが全部ゼロ投げるよって言われた。だってゼロなんだろって言う、なんでその1割とかあるところまで投げるし、ボールを投げるの。ゼロがあるんだったらゼロ投げろって。そのゼロに投げれる技術をつけなさいって言われた。ピッチャーだからちょっとなんか探りたくもなるし、様子見たくもなるし、こう振らなきゃいけないなみたいな、どう投げるって言われたらさ、ボールも挟まなきゃなと思ったけど、ゼロがあるってことが分かれば、それをそこをずっと突き続けろって。それが1になったら考えればいい。この中にゼロがないなら考えればいいけど、ゼロがあるんだからゼロを投げたらいいじゃんって言われた。で、あ、プロってそういうことだよって言われた。
ね、なるほどなと思って、それまではピッチングってこう作らなきゃいけない、配球しなきゃいけない、いろんなことをこう打たれちゃいけないとかって思ってたけど、うん、やっぱりバッターには得意なところがあって苦手なところがあって、うん、しかも苦手の中でも超苦手のほぼほぼ絶対的に打てない0割っていうところがストライクゾーンにあるんであれば、うん、そこを投げればいいんだっていう、うん、めちゃくちゃ大きいそのヒントをもらって、そう、でそれはずっとその現役投げてる間ずっとそれはあった。でもゼロってほとんどないんだよね。落合さんはその時究極のことを言わはって、やっぱりそのもちろんゼロ割、一部があったりさ、ゼロゼロゼロってほとんどなくて、やっぱりでもそれに近づける近いところを投げていくのがピッチャーで、それでいいんじゃないのって、そんなその7割の4割とかの上にすぐある1割5分のとこ行ってちょっとでも落ちたら食らうんだったらもう安全な方じゃないけど、そこをつきなさい。へえ、だからなるほどなと思って、もうそれがそれをプロ入ってすぐ教えてもらえたから、それがすごいですね。めっちゃラッキー、めっちゃラッキーやな。確かに若い人というか入ってすぐの人になんか教える、こうこのマインドのとこですもんね、うんうんうん、そのね、うん、それをそこで教えてくれるっていうのもすごいですね。やっぱり確率なんだなと思って、やっぱり、うん、でぼやっとそのね、やっぱりストライクゾーン投げたら全部打たれるとかさ、プロのバッターってすごいっていうあのイメージとかもあったけど、長くやってる間にいろんなそのここは打つここは打たないっていうデータが出てくるから、うん、はい、そうだよって、そういう世界なんだよっていう、うん、ここの本当に一番最初のにその教科書をめくったら一番重要なとこから教えてもらったみたいな感じ。うん、でもそれはすごい感謝してるし、それがあって、あ、自分のそのコントロールっていうところは追求していかなきゃなっていうのはやっぱ芽生えたかな。いや、すごい。その落合さんあれでしょ、そのバッター目線から見て、じゃあそこを疲れると嫌だって、だってゼロなんだから、ゼロっていう、そう。だから1割あったら10回に1回打つってことでしょ。なので10回に1回が今かもしれないから、うん、やっぱその1割がもっとその確率を低くするために少し起こすとか、うん、少し目線を変えるとかして、最後は絶対打てないっていう確率の低いところに勝負をしていくっていう、うん、まあ配球の妙でもあり、あの考え方であったり、まあ、バッターってこういうもんだよって、でもピッチャーってこういう仕事だよみたいなのも、まあ、同時に教えてもらったようなお話を、貴重なお話をその、うん、1年目にもらったから、でもそれ聞かれた時になんかどれが正解なんだろうみたいな感じで考えますよね。考える、もしかしたらその打たれてるところにそこを投げ続けて、うんうんうん、そこの、あの率を下げていくのか、うん、とか、よくあるもんね、そのすっごい好きなところの近くにウィークポイントがあるってよく言うじゃん。だから真ん中を打つんだったらインハイとかインローにウィークポイントがあるとか、でもそうじゃなくてアウトローにゼロがあるんやったらゼロ投げろって、うん、そんな冒険する必要ないよって、うん、どんな人なんですか。どんな人、まあそこまで深くその落合さんと関わってないからわからないけど、まああの言えることは、あのめっちゃ優しい、僕には東芝府中とロッテの後輩だから、もう最後もう東芝府中なくなってるし、最後の東芝府中のそのプロ野球選手だから、うん、めっちゃ優しい僕にはその後でも、うん、もう優しい思いしか、もう優しい思いしか、だから怒られたことないだとか怒られることはないんだけど、あ、はいはい、うん、あのドラゴンズとねロッテっていう関係、はい、が長かったから、うん、ベイスターズとあのドラゴンズの時もあったかな、うんうん、けどそのいろんなその話をあの、うん、ドラゴンズの球場行ったら、はい、落合監督ってあのトラックじゃないけどなんか車の上に座って練習見られるのよね、はい、うん、でだからそのトラックの横にずっといつも立ってたら、はい、横でたぬしげさんとかが通り過ぎてなんかまた今日もかみたいな、うん、はい、だもう毎日行ってた。先発の日以外は毎日落合さんのとこ行って、はい、あのアップ前に行ってこう話を横に聞いて、よろしくお願いしますって言って挨拶に行って、そうそう、でチラーってしげさんとかと目が合ってこう、まあ、話聞いてるみたいな。え、全然嫌じゃなかったから、うん、全然嫌じゃないし、むしろやっぱそのあの落合さんにその可愛がってもらってるとか、まあ、後輩だし周りから見ても、うんうん、まあ、ロッテの選手はね何人かそのやっぱり落合さん後輩なんでみんな挨拶行くけど、なんか、うん、あのダンスみたいな感じですぐにはその
帰れない空気、あ僕はね、あのちょっとやっぱり何か言われるまであの その場から動かない、うん、ヒントもらえるかもしれないし、実際にそのヒントもらえたことってでもあるんですか。ある。でもその落合さんはとにかくヒントっていうよりもヒントの時間とにかく練習をしろっていう、とにかく練習だっていう、その量とか質とかじゃないけど練習、上手くなるには練習しかない、そのことは、僕に直接じゃなくて、ドラゴンズの選手とか、あのうちのドラゴンズの選手休みなんてないよって、上手くないもんみたいな、上手くならないと休みなんてないよっていう、まあ、こういう世界なんだよみたいなのをその直接言わないけどそういう風にその言うのを聞いて、あ、練習しないとな、上手くなるには練習しないとダメだな、もう感覚が違うじゃん落合さんの感覚って。なんか何年なんかで話聞いたけど、何年間か監督やって、日本一3回か4回されてるけど、できてない方のこと言うよね、確かにそうですね。そう、だからもう感覚が違うよね。だって5年監督やらせてもらったら、俺1回日本一になったからっていうのと、いや2回慣れてないんだよねっていう、その感覚が違うのがすごいなと思う。そうそうそう、だから優勝するためにやってるから、できなかったことの方が悔やんでるっていう、まあだからその辺って多分イチローさんがその、ね、ヒットを打てなかった、あんだけ打ってるけど打てなかったことの方がやっぱりその、なんだろう、ずっと残っててっていうのと同じ感覚なんじゃない。だって僕なんてもうね、こんだけ勝ったしみたいな、その浅はかなあの薄っぺらい話しかできないけどさ、深いがさ、やっぱりそのなんて言うんだろう、話の深みが違うんだから。そうそうそう、あの落合さんだけに限らず、そのまあ別に誰かの忖度してるわけじゃないけど、なんか、あ、物野球をこうやって深く考えると、そういう深いところの感覚とか話になるんだなっていうのがある人の一人だよね、こうだからああだからパンっていう終わらすんじゃなくて、こう本当にこう深いっていう、それが、まあ、精神論であったり、例えば準備であったり、まあなんかそのことわざであったり、いろんなものがちゃんとその野球の中にあるところの深いところを話してもらえたり、そうそう、感覚っていうのがあるから、なんか、あ、深いなーって、俺薄いなーみたいな、浅いなーみたいな感じ。それは落合さんに比べてしまうと、ね、そうだからちょっと YouTube 見なあかんわ、落合さんの勉強になることしかないでしょ。いやでも話題になってます、もう本当に。そうよね、はいはい、勉強になることしかないよ、このそのなんて言うんでしょう、実際にこう選手と監督っていう立場で、こう一緒にやってみたかったなみたいな思いないですか。ああでも、まあ、ロッテだったからね、ドラゴンズにトレードとか、そのなんかがあれば一緒になったかも、やらせてもらえたかもしれないけど、どうかな、まあまあ、いろんな野球勉強できると思うから、そこはね あってもいいけど、なんかちょっとやっぱり、俺おどおどしちゃうから多分無理やと思う、ね、落合さんあもうはいしか言えないと思うから、意見できないと思う気がするけど、でもやっぱり学ぶことが多い人と近くにいるってのはすごいいいと思うよ、やっぱ、勉強になるからね。なんかドラゴンズ清水誕生の可能性っていうのは、まあ、どうせなかったんですよね。どこその現実的に、いや、あったんじゃない、もしかしたら。 ありました、あったんじゃない、水面下で、まあまあいろいろと話は聞いてるけど、そうそうそう、そうそう、ポチエさんがその引っ張ってこいみたいなのあったんじゃない。へえ、なんか、まあ、水面下の話があったかも、あったと思うよ、あったと思う、まあちょっと多くは言えないけど、あったと思うし、現役終わってからもそのドラゴンズっていうのは落合監督まだやられてたから、はい、終わった後も、多くは言えないけど、ね、いろいろあったと思う。へ、じゃあ例えば選手じゃなくてコーチ側でみたいなこととかってことですか。まあ、そうやって、まあ、いろんなところが、まあ、その野球界っていろんなつながりがあったりするし、まあ、そういったところでも、まあ目にかけてもらえてたっていうのは、まあ、今も目にかけてくださってるのか、あいつ何やってんだって怒られるかもしれないけど、落合さんにあいつ何やってんだ今って怒られそうなんだけど、まあまあそうそう、そういうのも、まあ、こういうのを勉強ね、しながらね、外からこうやって野球見たりするのも勉強だと思うし、初めてこうユニフォームも脱いで日本にいるんで、
まあ今勉強中ですっていうことかな、うん、お茶屋さんにはね。いや、やっぱり、ね、そうやって怒られると思うと、まあ、すっごい嫌やもん。怖いわーと思う。今後注目していきましょう、お茶屋さん。今後そうですね、あの、はい、注目も何もちょっと勉強させてもらわないといかないなと思うんでね、はい、どっかで対談なんかできたら。いやああもうそんなもう無理やろ。もうこの無理やろ、まあ、あの時はもうさ、ね、プロ1年目なんかさ恐れもうその怖いもんなしでさ言ったけど、いやお茶屋さんと対談やって俺ずっと喋らへんぞ、対談にもならへんわ。